んはあるキーワードを聞いたら絶対に見る夢があると思いますか？僕は実際そのキーワードを見て見た夢があるんですが、まあその夢のお話について内容を話させていただきます。まずそのキーワードを聞いたその日の夜に、まあ、寝るじゃないですか普通に。で、まあ、寝た時に必ず見る夢なんですけども、1,2,3,4 の部屋があって、まあ、2の部屋っていうのがそうで、まあ、2の部屋に行って、その自分のまず右腕がね、その肘から下がで、まあ、その2の部屋で自分の腕を見つけて、その 1,2,3,4 の4の部屋に自分の腕を持って行ったら目が覚めるっていう夢なんですよ、簡単に説明した。で、ただその結構間に邪魔が入るというか、その、まあ、2の部屋で自分の腕を探すのは結構簡単なんですけども、まあ、自分の腕を見つけました。見つけたくらいに、あの女の人が2の部屋に入ってくるんですけど、その時にあの女の人にまず腕が見つかってはいけない、その切れてる腕が見つかってはいけないっていうのと、あと切れてる腕も見つかってはいけない。だからその女の人が入ってきた時にまずその自分の後ろで自分の腕を持って、あとはもう切れてる腕をこう隠して女の人から隠されてたんです。で、まあ、女の人はあの部屋に来てキョロキョロしたらすぐどっかに行くんですけど、で、まあ、どっか行ったら次4の部屋に行かないとあかんから、まあ、4の部屋に行こうとするときに必ず女の人と目が合うんですよ。で、その時に女の人は絶対あの自分のことを追いかけてくるんですね。で、その、まあ、腕持ってるし、まあ、腕切れてるしみたいな感じでわーっと追いかけてくるんですが、でその時にあの、まあ、女の人に捕まったらまた初めからやり直したんですよ。捕まるって言うとわーっと来た時ぐらいでまた2の部屋にすぐ戻るみたいな感じなんですが、まあ、それで、まあ、捕まって、まあ、2の部屋に戻ってみたいな繰り返して、まあ、結末4の部屋に行ったら、まあ、夢に覚めるっていう夢なんですが、まあ、キーワードが夜だそうです。で、なんで今言ったかって言ったら、その夜だそうの意味をよく考えてほしくて、まあ、意味を考えたら考えるほど楽しくなると思うんで、まあ、今夜あたりね、まあ、夢が見れることを願っています。